はい、こんにちは、こんばんは。どうもかまです。ということですね、今回なんですけど、新しいドロー来ましたね。ダークサイドドローなんですけども、俺ちょっとね、はっきり言って心配これ。そう。これね、ユーティリエさんと強いっちゃ強そうなんですけど、これ見てください。新しい 50GS カラミティっていうやつなんですけど、これデュアルなんですよね。そう、デュアルで、ワンチャンこれまたね、そのデュアルフェネックみたいな感じにあれるんじゃないかというような感じのことが俺は一番心配なんですけども、今回ね、これちょっと回していこうかなと思います。早速行きましょうか。あ、これその前にですね、なんと初回だけ無料なんですよね。ほら、これ購入のところゼロって書いてるんですけども、初回だけ無料なんで、これね、絶対に1回はね、回しておいた方がいい。なんでかっていうと、初回で当たる可能性も全然あるんですよね。なんでちょっと今回これ回していこうかなと思います。いや、これで当たったら実質無料ですよね、これ本当にね。全然当たる可能性もありますんで。さあ、ちょっとこれ初回で当たるわけないですよね。これバイクってな、これバトルはないですか。なんかこれだけ超かっこよくないですか、マジで。なんかどうしかなんか、うん。はい、ということで購入完了しました。これどうなるかな、これ。まあ、スキン出るでしょ。え初めて、ね、確率ちょっと低くね、こっち。いや、てかなんかめっちゃかっこいいね、これ、ほんとに。なんかエフェクトめっちゃかっこよくてね。ちょ、これ早速使っていきたいんですけども。皆さんすいません。ちょっとこれ、金欠なんで、俺マジでガチの一人暮らし初めてね。金欠なんで、これちょっと回さなくてもいいですか。皆さん申し訳ないです、これ。はい。ということですね、今回の50歳の G さんはドイツというような感じの武器を使っていこうかなと思います。カスタムはこんな感じなんですけども、これ、ユーツさん、これサブ武器にこれレジェつけれるのマジで熱いよな、これ。いや、ということでね、これ早速使っていくんですけども、いや、すごいね、これ。あ、ユーティクル持ち替えも割と早いんか。いや、こんな前だっけ。あ、ごめんじゃねこれ。あ、なるほど。結構集団性悪い系か。まあ、確かにこれ、デュアルフェニックみたいな感じに、めちゃめちゃ集団性良かったらあれなんですけど、あ、でもこれ言うてどうやろな。まあ、荒れる可能性は低いと思う、俺、絶対に。こういう感じ。まあ、2発キルですね。これヘッドショットになったとどうなのかな。これも言うてこれ多分ヘッドショット判定、あ、90か、90か。そう、頭に当たってもワンショットワンキルっていうことはないですね。まあ、言うて、近距離結構強そうな武器ではありますけども。まあ、ということで、ね、今回この武器使っていこうかなと思います。早速行きましょうか。はい、ということで、早速、この GS 使っていきましょうか。でも、言うてこれね、中距離性能ゴミなんですよ。で、それで、まあね、荒れることはないかなと思います。多分、近距離これ専用の、まあ、そのハンドガン、このサブ武器となってると思うんですけども、ちょっとやっていきましょうか。から出たそれ、枯れそう。いや、そう、そっち行くんか。まあ、下から行くんか、ほんとね。下の、ちょっと待って。集団性ゴミな系についてこれ。知らせカスなんですけど、オッケー、ナイス。ヘッドショット当てていくんですけども、まあ、サブ武器っていうことでね、なんか普通のハンドガンの方が強くねみたいな感じはある。でも言うてくれ、ワンショットワンキルっていうか、その、同時にね、2発あったら、ワンショットワンキル、できるっちゃできるんですけど、いいぞ。一回引いて、ちょっともうその味方に任せようか。さあ、言えばない？で、これね、一発の弾が60なんですよ。一発の弾が60で、これ2つ同時に当たったら、これ120発。そう、120ダメージになるんで。まあ一応ね、これワンショットワンキルはできるっちゃできるんですけども、そう、たまにできるんですよ。そう、たまにね、バシンっていう時に、そうなんかショットガンみたいな感じになる時あるんですけど、なかなかね、ちょっと2発とも当たるってことがないんで、中距離性能がね、マジ皆無なんですよ、ここは。オッケー、いいよ。近距離はまあなんとか戦える。だけども、ちょっとね、本当に中距離とか遠距離は無理。こっちから行くか。いや、お前、キモお前みたいんですけど、今回ハンドガンでやってるんでね。よいしょ。ほら、ワンショットワンキル、今見たでしょ、これ。そう、敵がそのフルの体力だったのに、その2発同時に当てることによって、ワンショットワンキルは可能ですよ、というような感じ。これちょっと裏から行きます。よいしょ、オッケー。さあ、もう一人いるから、あー、無理か。よいしょ。こいつキモ、オッケー。なんとか。いやー、無理、これきつい、マジで。釣りないんで、これはちょっと安心要素ではありますよね。ちょっと試合的にやばいんで、ちょっと入っていくか、旗。入って。気持ち悪い、お前。言うて前半これきついな。バルスティックシールド使うか。ごめんなさい、皆さん。はい、ディアルフェネック、ディアルフェネック、お疲れ様ですよ。これ、前押しするか。前押ししますよ。ますよ。お前ら、マジで、ぶち殺すよ。ちょっと僕ね、多分ね、穴やれたらいいんですよ。オッケー、ナイス。ちょっとこれ後半っすね。これ絶対使ったら負ける。まあ、使ったら負けるけど、まあ、動画的に今この、そう、GS の紹介なんで、ちょっとこれ使っていきましょうか。対空とか無理なんですよ、これ確か。対空とかマジ当たんないですよ、まず弾がね。さあ、なんですけれども、ちょっとこれちょっと使うか。いや、いるそれ。あ、敵ちょっと防衛来ないよ、それ。来いよ。あ、なんか敵は結構弱気の。当たんない。ナイス。これなんか、初段だけ当たるとかあるこれ。なんか、初段だけ当たるとかありそうやろこれ、絶対に。ちょっと待って。C は別に取らんでいいし、これ。A 防衛しようぜ。いやー、でも A 無理か、それ。A 無理なんで。
オッケー、ここはサブ機、ここはサブ機、オッケー、上からパシーン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 、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ちょっとこれ C 取るか、 C 取るか、 C 乗っていってあげるけども、壊してくれ。うーん、しっかり勝っていく。 A ケースから筋肉強いですよ。いやー、これだからお前、そっから C さ、そこで来るか、お前マジで、お前タイミング良すぎだ本当に。うん、壊さないですか。この武器は対空無理なんですが、それは。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー、よいしょ、よいしょ、よいしょ、もう一発、あー、ちょ、無理これ。ちょっと待って。分かったでしょ、もうこの武器の性能。そう、なかなかね、ちょっときついっていうのは。ペシッ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 、オッケー。ちょっと待って、ペシッ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 。いいね、これキャラコンやね、キャラコン。いやー、無理、それきついわ。え、これビート乗れるんですか、これ。あー、ビートそう。あー、ちょっと待って。ごめん、ごめん、これ。マジでごめん。俺がちょっと旗乗ってあげて、今ちょっと取れたけど、ちょっとどうする、これ。これきついな、これ。火炎瓶か。あ、でもいけるでしょ、これ。いけるし、いけるでしょ。オッケー、もう一人くれ、オッケー。しっかり B、ナイス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 。いいよ。B 取ってくれたらいいか。そこもナイスやり。よいしょ。来い。ちょっと B に裏取りするような感じに行きたいんですけども、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。じゃあ、まやめて、本当に、本当にやめて、デュアルフェニック。お前、怒るよ、マジで、本当にこれ。もう、このさ、コラボアップでデュアルフェニック地獄っすよね。結構もう、デュアルフェニックのこと、カメさんいいっすよとかね、言われるんですけど、いや、これ、触れざるを得ないでしょ、こんな、本当に。ランク待っちゃったら。オッケー、もう一人。オッケー、ナイス、ナイス。こっち、どうする、これ。ロケかす。だからもう気持ちあるマジ。もう、実力関係ねえし、これ、本当に。実力関係ねえし、お前。いけるかな、これ。いや、ナイス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 。行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。ちょっとでもいいから、これ、取ろうぜ、これ。取れる、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 取れる。ちょ、待って。いいな、あー、後ろ温度か、それ。気持ち悪い、乗るぞ。リアルフェニックを打つ。オッケー。いや、でもこれ、ゴリアテが取ってくれ。オッケー、オッケー、ナイス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 。負けたくないんですか、それは。オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。これ、もう言うてちょっとなんか強い、ちょっと強くね。ちょびっとだけ強くね、これ。いやー、これ無理か、これ。乗ってるけど。無理無理か。何ですかそれ、最後のこれ。ひどすぎでしょ、もう。COD じゃねえよ、ほんとに。打ち合いってレベルじゃねえよ、マジで。はい、ということで、21キル順です。誰かね、ちょっと味方一人落ちるんですけども、まあいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回は 50G ス使っていたんですけども、まあ使ってみたね、その正直な感想としては、あんまり強くないね。多分普通のこれ、ハンドガンとかのいいし、で、これ2つ、そう。二つ同時に当てれば、そのワンショットワンキルが可能と、60、60で、そう、ワンショットワンキルが可能となっております。まあ、近距離性能はなかなか強いとも、近距離性能は強いですけど、やっぱり中距離性能がね、かなりちょっと性能悪くて、まあ、その総合的に言ったらちょっと微妙ではあるんですけども、やっぱりその近距離はね、ほとんどま、無敵っていうか、まじでそのデュアルフェネック並みの、強さを誇るんじゃないでしょうか。あ、本番でね、これ、中距離当たんないです。中距離弾はまず当たんないです。まあ、ちょっと今回ね、この武器のカスタムが、まだその全然ね、レベル上げがまだまだっていうことで、まあ、ちょっと弱かったっていうのがあるんですけども、またね、ちょっと最強カスタムとかね、まあ、ちょっとそういうのも、ぜひぜひ紹介していきたいなと思います。これからもですね、COD モバイル実況していきたいなと思いますので、今回上手かった、面白かったっていうのがあれば、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。君に夢中。よいしょ、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 オッケーオッケー、いいよいいよ、切り取るか。いいね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 。危ない危ない。ちょ、お前ら来い、お前ら来い。勝ちたいなら来い、勝ちたいなら来い、お前ら。